西口熊取駅は大阪府千南郡熊取町奥某中一丁目にある西日本旅客鉄道阪和線の駅である。駅番号は JRR44。所在地は熊取町だが駅の一部が泉佐野市にまたがっている。島式ホーム2面ー4線で対比設備を持つ地上駅で京上駅舎を有する。改札口は1カ所設けられている。なお、 共状駅化に伴い、阪和線では初めてバリアフリーに対応した駅となった。阪和電気鉄道特有の三角屋根を持った木造平屋の駅舎であったが、大阪府で開催される国民体育大会を契機に1997年10月5日に共状化された。1980年頃までは貨物ホームがあったが、現在は撤去されている。 関西空港駅が管理している直営駅で IC カード移行化を利用することができる。なお、関西空港駅から地区駅長が配属されている。すべての普通、快速列車が停車する。当駅で快速列車と普通の緩急接続や特急列車の通過待ちが行われている。また、当駅折り返し列車も設定されている。 2019年度の1日平均乗車人員は1978人である。半和線、関西空港線の途中駅では、三国が丘、大鳥、泉府中、堺市に次いで第5位の利用者数である。1964年に京都大学原子炉実験所が設置、1985年以降に多くの大学、短期大学などが開校し、船南地域で、 福祉の学園都市となる。また熊取団り祭りが毎年10月に開催され多くの人手で賑わう。近辺には熊取ニュータウンをはじめ新興住宅地も多数うううあり、天王寺へ約30分、大阪へ約50分ということもあって、中距離通勤客の利用もある。熊取町民はもちろん泉佐野市民の利用も多い。大阪府登計年間と、 熊取町統計所によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。熊取駅前に停車中の南海ウィングバス南部。ありがとうございます。